サンタマリア号スペインマディラのフルカル港にて、サンタマリア号神戸港にて、サンタマリア号は1492年、クリストファー・コロンブスによる初の大西洋横断航海の時に使われた3隻の小舟のうちの最大の船。ナオ船と呼ばれる型の小舟で、全長23.5メートル、全幅7.29メートル、喫水2.1メートル。 搬送は三本のマストに大半と重半を組み合わせ、バウスプリットにスプリットセールを備えていた。大西洋を無事に横断し、バハマ諸島に到達したが、探検の途中、1492年12月24日にイスパニョーラ島で座礁し解体され、使える大砲や木材は、要塞の資材として使用された。この航海で用いられた他の二隻は、 キャラベル船のニーニャ号とピンタ号であるが、3隻のいずれもが中古船で、探検を目的として建造されたものではなかった。船団中、最大の元船が機関とされたものの、コロンブスは鈍重で、速度も出ず、喫水の深いサンタマリア号を嫌っており、座礁後は、お気に入りのニーニャ号へ機関を移している。船名はスペイン語で、諸女高単成マリアを意味する。なお、 当初は、マリガランテコーという名であったが、新航路発見の旅路にふさわしくないとコロンブスの意見により、サンタマリアに改名された経緯がある。武装は、ボンパルダやデミカルバリン砲などを2から4門装備していたらしいが、正確な数は不明である。さらにブルワー,ーク上に6門程度の旋回砲も設置されていた。AFP によると、2014年5月14日、 マサチューセッツ州在住で海洋考古学調査を専門とするバリー・クリフォード氏が配置置で沈没しているサンタマリア号と思われる船の残骸を発見したと発表。CNN によると国連教育科学文化機関のチームが10月8日までに残骸は道号ではないとの調査結果を発表。結果報告によると残骸は止め具画堂でできていることから 17世紀から18世紀の造船技術と断定された。コロンブスの時代は木製、または鉄製の留め具しかなかったという。さらに、コロンブス自身の日記など、当時の記録と称号した結果、残骸はサンタマリア号が座礁したとされる位置に比べ、岸から遠く離れすぎていることも分かった。 1992年のクリストファー・コロンブスによるアメリカ大陸到達500周年に合わせて、コロンブスの船団を成した船として、サンタマリア号、ピンタ号、ニーニャ号の船団3隻が復元された。この復元計画は1986年に開始され、復元された船体は1992年にスペインで開催されたセビリア万博において展示された。 また1892年のアメリカ大陸到達400周年に、合わせても、サンタマリア号、ピンタ号、ニーニャ号が復元されて、アメリカ合衆国のシカゴで開催されたシカゴ、バンコク博覧会において展示されている。日本の神戸市にも1991年に、スペインから寄贈されたレプリカ船がかつてあったが、震災と老朽化を理由に2013年に解体され、今は、 同市のメリケンパーク公園にイカリトマストの暴露がモニュメントとして残るだけである。また、1990年に大阪水上バスがサンタマリアという名の観光船を収益させているが、これは姿を模してはいるものの、本船のレプリカとは関係ないオーバースケールの帰船である。ありがとうございます。